わあ。皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、ナンバーセブンこと、ナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報、ニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。標準宇宙論が根底から覆える可能性急上昇。宇宙総局 C 上が天元突破。オックスフォード大学を中心とした国際天文学研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などによる新しい遠方宇宙領域の天体観測結果や、これに由来する各研究報告のデータを総括する形でまとめたところ、宇宙原理を大前提とした現状のラムダ CDM の予測と合致する、宇宙マイクロ波背景放射総局子の等方性に対して、クラスタリング総局子の異方性が合致しないということがもはや疑いようのないレベルにあり、デリス・ボールドウィンテストの提唱に始まり以前からいくつもの報告があったものの、標準宇宙論モデルのラムダ CDM の最高どころか、FLRW 計量の破棄という、従来の宇宙理論体系そのものを覆すことになるため半ば見て見ぬふりをしていたこの問題に対し、真剣に取り組む必要があるという議論を最新の論文により天文学界に投げかけました。専門用語多すぎ問題。しかし今回の内容は言っていること自体はそれほど難しくはないので、用語の解説も交えてわかりやすく解説していきましょう。オックスフォード大学を中心とした国際天文物理学の研究チームの人はこう考えました。わあ、ジェームズ・ウェッブがまた変なの発見したか。最遠方宇宙にあるはずのない大量のブラックホールに銀河っぽい何かに重元素に、もうしっちゃかめっちゃかや。現状はその度に新しい仮定を設けたりして、なんとか従来理論の枠にはめようとしとるわけやが、こんなことでわいらはほんまに真実に近づけるんやろか。とは言っても、天文学のそれぞれの研究は優秀な人らがやっとるし、インパクトファクターが高水準の査読付き論文も多いから標準宇宙論は理論的にくっそ硬いよな。ということはや、そのどれもが前提としとる部分がそもそも間違っとるちゅうことやないんかな。一般相対論とかの個別の物理理論体系に関するものやなくて大前提、つまり宇宙はクソデカスケールで見れば一様で等方であるという仮定、アインシュタインの宇宙原理。するとやはりあれか、エリス・ボールドウィンテスト、クラスタリング総局子のいろんなとこの研究と間の最新の研究データも合わせてみると、やっぱり等方的ではなく異方性を示す統計的な標準偏差の信頼性が5シグマを超えとる。まあ見たくねえ、目を背けて。でも CMB 総局子の等方性についてはしっかり説明がついとるし、我らは異なった宇宙の姿を同時に観測しとるとでも言うんやろか。とりあえず宇宙の真実を従来の標準宇宙論を基準に考えることだけしとったら拉致があかんで。これおい、世界中の天文学者のみんな、そろそろこっちについても本腰入れて考えてこや。現代の標準宇宙論は、全宇宙規模という大きなスケールで見れば、個別の天体の重力の影響などによる集合を無視すれば物質の分布は一様で等方であるとする宇宙原理を大前提として、これに一般相対性理論を導入することで構築されています。これはどちらもアインシュタインの仕事によるものですが、当初アインシュタインが考えたこの宇宙は自分の重力で潰れてしまうという意味不なことになってしまったため、重力に対する積力が空間に働くものとして、宇宙光ラムダというものが導入されました。この後なんやかんやあって、これは FLRW 計量という厳密解の発見により定式化され、さらになんやかんやあって全天周からの宇宙マイクロ波背景放射が観測されたことで、ビッグバン仮説がこれに加わります。そしてこの宇宙理論に付属している要素としてダークマター、ダークエネルギーが参戦し、これら全てをひっくるめたものとしてラムダ CDM というものが現在の標準宇宙モデルとなっています。このあたりの流れはなんやかんやの部分を含めて細かく以前の動画で解説していますので、気になる方はぜひ見てみてください。さて、ところで最初の方に出てきた宇宙原理は観測事実からも裏付けられています。有名なところではビッグバンの痕跡とされている宇宙マイクロ波背景放射ですが、
これが約10万分の1という極めて高い精度で全天に均一に分布していることから、宇宙は一様で東方、つまりどこでどの方向を見ても同じような姿に見えるということに合致します。これは FLRW 計量によって記述され、観測結果と理論を結ぶ宇宙論の大きな柱となっています。しかし2000年代初め頃、ハッブル宇宙望遠鏡などによる近傍から遠方宇宙の天体の観測結果が標準宇宙論に合わないおかしなデータを示し始めました。その前天の天体の観測結果を見ると、天体の集まりの分布の仕方が妙に偏っており、東方的ではなく違法性を示していることが明らかになってきたのです。そこでこれはクラスタリング双極子違法性と名付けられ、現代宇宙論に大きな疑問を投げかけるものとなっていました。しかし観測方向にある近傍宇宙の銀河団などの存在により、その重力が時空を歪める影響で光が曲がり、見かけ上の分布が変わることも理論的に予想されるため、 CMB 双極子については東方性が確立していることもあり、天文学界全体としては半ば無視するような扱いとなっていました。しかしジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの登場により、より詳細、より遠方のデータが送られてくるようになると、どんどんこれが無視できない問題になってきたのです。全天の天体観測による宇宙の構造が対照的であるかどうかを調べる手法として、こういった不整合事実が実際に観測されるようになる以前の1980年代にはすでに、2人の天文学者がエリス・ボールドウィンテストという検定法を考案していました。この検定に当てはめ、これまでの観測結果の研究報告をまとめると、統計学的な誤差の範囲をはるかに飛び越えて、近年では5シグマという領域を突破しています。この数値は科学的な根拠として十分すぎるものです。つまり我々は、宇宙の対称性構造について、CMB 双極子としては東方的で、クラスタリング双極子としては違法的な異なる宇宙の姿を同時に見ていることになります。しかし後者を認めると大変なことになってしまいます。前述の通り、現代宇宙論は宇宙原理という大前提に基づいています。後者の観測事実はこれが間違っていると言っていることになるからです。するとその大前提を基準にできている FLRW 計量も当てにならないということになり、ラムダ CDM というモデルも破棄する必要があるという、根底から宇宙論を覆すようなことになってしまいます。簡単に言ってしまえば、これまで使っていた定規とそれで描いた図形はデタラメだから捨てろと言われているようなものなので、そりゃあ見て見ぬふりもしたくなりますわな。しかしこれとはまた別件で、進歩した天体観測技術は次々と従来理論に不都合な事実を提示しており、ラムダ CDM を含め FLRW 記述の宇宙モデルにそぐわない、最遠方宇宙に存在しないはずの天体や元素が見つかったり、明らかにその存在一つの確定で東方性をぶち壊す、推定100億光年を超えるような超ウルトラハイパー銀河団フィラメントみたいなのが見つかったりしています。そんなこんなで絶賛ぐらつきまくっている天文学界に、宇宙の双極子異常という観点でも最高の転機となる議論を投げかけたのがこの今回の研究となります。結局のところ、この宇宙の真実の姿については余計わけがわからなくなってきたということですね。とはいえ、これだけの話だとなんだか不完全燃焼な方も多いと思うので、ここからは論文とは関係ない持論パートとなりますが、思ったより尺が余ったので適当に考察していきましょう。 CMB とクラスタリングの双極子の不整合の関係は、簡単に言ってしまえば位置やその背景にある運動量といった物理量の不整合と言い換えられます。この言い回し、どこかでよく聞きますね。そう、量子力学です。量子力学では分子、原子と粒子が細分化されるほど量子的性質を帯びるようになり、素粒子ともなると完全に量子化します。つまり量子的性質とは、それについての情報を観測者が持つ度合いとも言えますね。なので素粒子を観測しようとすると、観測して初めてその物理量の一端が特定されます。しかし位置を特定すれば運動量が、運動量を特定すれば位置が不明と、異なる物理量は観測しても同時には決まりません。では宇宙に話を戻しましょう。 CMB とはビッグバンの少し後、空間密度が十分に広がり光子が放射できるようになった宇宙の晴れ上がりの光とされており、それよりかなり後にできたものが遠方から近傍の天体の光ということになります。逆に上の法則により、光という物理量は光源からの距離が離れるほど弱くなります。これはつまり、空間的な距離が遠いものほど情報量が少なくなるとも言い換えられます。ということは、
最遠方の CMB という物理量は近傍天体のそれよりも量子化度合いが高いはずです。つまり量子力学的な観点から言えば、この両者の確定情報のズレは起きて当然とも言えます。確定情報を集めれば集めるほどその全体像は分からなくなるはずです。だって本質的には決まってないんですから。要するに CMB とは観測者自身を中心とした認識における最小限度の宇宙の情報であり、不確定性マックスのその情報を遮影測定的に観測して確定させたものと同じく本質的に遮影測定的観測ではあるものの、情報の収束率の高い天体クラスターの全体構造はズレが生じて正解と考えられ、むしろここまで突き詰めたことが物理学がそうであるように宇宙論にとっても一つのゴールであるということなのではないでしょうか。今年の動画はこれで最後になるので、せっかくなのでめたい話になってきた時の当チャンネルのいつものあれで締めていきましょう。この世の存在という概念の本質は虚無であり、真には何もなく何も始まってはおらず、観測者である我々も我々の体験しているこの宇宙という事象も無限の可能性の中の一つのそういう可能性、この可能性が見せる幻のことを我々はこう呼びます。現実と忘れとった。今回の研究論文はアメリカ物理学会誌にて限定アクセスとなっています。アクセスできる方はぜひご覧になってみてください。それでは今年はこれでお別れです。皆さん良いお年を。ご視聴ありがとうございました。ボツグレッシブ。